はい、皆さん、毎度毎度。待ちたくないお客様ね。こういうタイプの人は常連さんにはならないので。と言ってもね、借金抱えてるとね、こういうお客さんをね、無理にやるんだ、みんなね。自分も若い頃さ、こんなお客さんでもなんだろうがさ、やってた記憶がある。待ちたくない人ってさ、じっとしてられない人っつうのかね。うちのお店に来てね、カットすぐできますかと。5分ぐらい待つよったら、その5分待てないで帰ってしまうね。結局何しに来たんだろうっていう感じであるよね、その5分間。実際自分が5分っていうのはその半分ぐらいなんで、実際はね、それ待てないで帰ってしまう。だからその帰ってどうすんのかなって感じだよね。違う店自転車で漕いで行くのかね。その時間だって2、3分かかるわけじゃない。結局何しにうちに来たんだろう。冷やかしってこういうことを言うんだよね。もうそうなると常連さんにならないのでという以前にさ、もうカットする気がなく来たんじゃねえかっていう感じだよね。で、何、電話してきて待ちたくない人が、来たと、トマトセブン先生んち。で、カットとブローで3850円って言ったら高いって変えられました。まあね、世間の相場ってあるからね、まあ安いって言えば安いしね、普通って言えば普通だしね。まあ安いっつったら本当に安い店あるからね。でも確かに美容料金っつうのはさ、歯医者とかに比べたら高いんだよね。本当にね、低料金でやるとね、低料金系の店、うちもそうだけどね、すると本当に民度の低い人がさ、寄ってくるよね。で、その民度の低い人を本当に排除していかないとね、いいお客さんってのが残んないんだよね。安くてもいいお客さんって結構来るんだよね。その前も喋ったけどね、うちも本当に何十年も営業してね、まあそんな高い料金ではうちやってこなかったんだよ。まあ安い料金系の店だと思うんだよね。でも安くてもね、いいお客さんっていうのは本当に残るよね。ただ安いとね、まあよく言うんだけど、変なお客様が来てわがまま放題言いたい放題、待ちたくねえからすぐやってくれとかね。で、いざ仕事始めるとね、もっとこめかみいっぱい塗ってくれとかね、襟足のあそこもっと塗ってくれとかね、言いたい放題、毛先まで全部塗ってくれとかね、毛先は色変えてくれとかね。でもこのタングルティーダの黒、アルカリ毛染めでも何でも、ヘアマニキュアでもそうだけど、塗り広げるときはやっぱり黒のタングルティーダいいね。お客さんもストレスないしね、やってるこっちもストレスないしね。ただ伸びが悪いって言えば伸びが悪いけどね、毛染めなんかね。でも扱いやすいよね、痛くないからね。まあそこはあとは使い方次第ってなるよね。はい、お疲れ様でした。